がたくさん書かれてて、作曲家がここをピアノにしてほしいとか、ここをクレッシェンドしてくれ、ここを甘く歌ってくれって書いてるんですよね。セズラミュージカルも一緒で結構多いんですよ。俳優の手助けになる情報、どんな表情で彼がこれを歌ってるのか、彼が歌ってる時のある程度の表情がね、ラップを読み取りすると見えてきたりすることがあるので、そういうのはやっぱりラップの読み方としてできるっていうのは、オンラインに出ようかなことだなと思いますね。もっとやっぱり言葉を扱う、それはオペラでもオペラでもステージでも言葉を扱うから必ず演技の授業っていうのが作るのでやってくるし、もっと演劇とかそのセリフっていうことをやるべきだと私は思うんですね。これをオペラでやろうとすると、オーケストラ全員、密閉されたオーケストラピットに入れなきゃいけないんですよ。っていうことを考えると、やっぱりオペラを完全な状態で上演するっていうのは、基本的にはものすごく難しいんです。